これがポケットだったわけですね。郵便局だと思ってるのが間違えてて、これがポケット。郵便局は原田歯科医院です。原田歯科医院は今こっちに移動してます。はい、これがポケットだったわけですね。今富士フイルムの店ですね。隣が新聞屋さんが、緑の家はまだ一緒、この矢崎工場さん、真向かいに見えます。道向かいに見えます。今こういう感じ。昔は平屋だったんですね。で、高いビルが隣にあったそうです。